どうも、大臣です。羊毛のみを使用した作成方法です。今回は、ゾンビさんを作ります。作りやすい大きさの方法になります。基本的な方法で作成したもののバリエーションです。今回は、このゾンビさんを作ります。大きさは、ご覧の通りです。それでは作りましょう。足を作ります。体を作ります。こちら。お好みで中をブロックで埋めてください。埋めました。こちら。腕を作ります。お好みで中をブロックで埋めてください。左も同じように作ってください。作りました。頭を作ります。お好みで中をブロックで埋めてください。埋めました。表情をつけます。できました。いかがでしたか？ぜひ、自分の好みにアレンジしてみてくださいね。何か作って、というものがありましたら、お気軽にコメントください。それではまた次回、じゃあね。